こんにちは大塚です、えー、今回は頭皮のかゆみについてお話ししたいと思います、えー、まず頭皮のかゆみなんですけど、えー、いろんな、まあ、理由が考えられます、えー、まあ僕は皮膚科医じゃないんであくまで美容師個人の意見としてあの見ていただけると嬉しいです で頭皮のかゆみなんですけれどもあの今の時期的な、まあ、乾燥によるかゆみであったりとかあとは夏場ですね汗によるかゆみであったりとかあとは、えー、シャンプー剤が合わなかった場合のかゆみであったりとかあとはカラー剤のアレルギーによるかゆみとかたくさんかゆみの原因にもありますで、あのー、僕ら美容師に相談いただければですね基本的にはあの改善できるかもしれない、あのー、内容かもしれないんであのー ぜひですね、ご相談ください、今、頭皮の状態ご自身でどうなのかっていうのをご相談いただけるとですね、あのカラー剤の施術であったりとかあとはパーマの施術の際にもあの参考にあのさせていただきましてできるだけ頭皮に負担をかけないようにあの施術しておりますでやっぱりこう、カラー、アレルギーとかじゃなくても、アルカリによって染みてしまう場合とかもあると思うんですねそういった場合はあの頭皮の保護用のオイルであったりとかあの保護剤をつけて施術も可能です。で やっぱりこう頭皮いろいろまあそれぞれあのお悩みってあると思うんですけれどもえっと基本的にはやっぱりシャンプー剤が合わないっていう方が非常に多いかなっていう印象ですやっぱりこうご自身に合う、えー、シャンプーを見つけていただくのがよろしいのかなと思います、えー、基本的にシャンプーで界面活性剤が入ってますんであのもう どんなにマイルドな洗浄力のものでも海面活性剤でかゆみが出てしまうよって方はですねあの、クリームシャンプーであったりとか他の洗浄方法もあ,のありますんであのでぜひです、ね、ご相談ください。えーまあ、基本的に大事なのは、えっと、頭皮も、えっと、お顔のお肌と一緒で、まあ、保湿であったりとかそういったところが大事になります。 ですのであの皆さんですね、えっと、お顔の、まあ、化粧水乳液って使うと思うんですけれどもトヒオの美容液であったりとかあとはトニックそういったものをご利用いただくのもよろしいんじゃないかなと思います、まあ、何かあのご相談とかございましたらですね、ぜひあのインスタの DM とかあとコメント欄にてよろしくお願いします最後までご覧いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますあとインスタグラムもやってますんでそちらもご覧になってくださいありがとうございました